1895年に製造されたジフテリア高毒素のバイアル高毒素。ほとんどの高毒素製剤は毒素に対する力値が高いドナーから調整されており、抗力化免疫グロブリンになっている。ジフテリアや破傷風の毒素に対する高毒素は、1890年以降、エミール・アドルフ・ホンベーリングとその同僚によって作られた。ジフテリアの治療に、 ジフテリア抗毒素を使用したことはザ・ランセッタ氏で急性感染症の医学的治療における19世紀の最も重要な進歩と評価された。1888年、ベーリングは軍事医学学校での簡単な奉仕のためにベルリンに派遣された。1889年、彼は当時ロベルトコッホが所長を務めていたベルリン大学の衛生研究所に加わった。 1889年から1895年にかけてベーリングは血清療法と高毒素の理論に関する先駆的なアイデアを発展させた。1887年初頭ボンでベーリングは破傷風面液を持つ白ネズミの血清に炭素菌を中和する物質が含まれていることを発見した。彼はこれが炭素菌への 抵抗力の源であると認識していた1890年12月4日、ベーリングと北里柴三郎は血液血清療法に関する最初の論文を発表した。12月11日、ベーリングが署名した別の報告書は、破傷風の治療だけでなく、ジフテリアの治療にも血液血清療法を論じている。1891年、パウル・エールリヒが 植物毒でさえ生体内で高毒素が生成されることを証明したことで、ベーリングの理論は裏付けられた。超高熱の高毒素は、1924年に、レーモンド・ダチェス、グラディス、ジョージ・フレデリック・ディックによって同時に開発された。ありがとうございます。